どうもしゅんです。こんにちは。今回はですね、合格者の面接を公開しますというシリーズをやろうと思います。今日は三大商社に複数内定をされた方に面接を受けていただいて、でどういう形で合格者の方は面接で受け答えしているのかっていうのを皆さんにお見せできたらなっていうふうに思っております。今回面接官をしていただくのは、厳しめの面接に定評のある南さんに来ていただきました。実際大手広告代理店で何人も面接指導とかをされていた就活のスペシャリストなので、実際に本音ベースで忖度せずに今回も面接していただきたいなっていうふうに思っております。南です。こんにちは。今日はですね、架空の総合商社である超大手福田商事の一社員としてね、福田俊社長のためにいい学生が取れるように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は商社内定者の田中さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速面接を始めていいですか。はい、では面接を始めさせていただきます。よろしくお願いします。福田商事の、南と申します。本日はよろしくお願いします。お願いします。それでは最初そうなんですけれども、最初に短く1分以内程度で、はい、簡単な自己紹介をお願いします。はじめまして、田中と申します。自分はとある大学の理系の学部に所属しておりまして、普段は研究をしております。学生時代に頑張ったことにつきましては、自分はウェブサイトの運営をしておりまして、英語の勉強法だったり海外旅行に安く行く方法だったり、そういったものを紹介するウェブメディアの運営をしてきました。自分はそこで培った経験を生かして総合商社で仕事に挑戦したいというふうに思っております。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。学生時代頑張ったことからちょっと深掘りしたいんですけど、はい、そもそもなんでウェブメディアを運営しようと思ったんですか。まず作った理由についてなんですが、自分は帰国子女でもなければ海外に留学したこともなくて、非常に英語力に自信がなかったんですね。そういった中で自分で独学でいろんな勉強法を調べて勉強した結果、TOEIC で900点近い点数を取ることができました。でそこで得た経験をもっといろんな人に知ってほしい、僕と同じように海外経験がない人でも英語力をつけられるんだよっていう発信がしたくて、ウェブサイトを作って情報発信を今しております。英語のメディアですか。英語で書いてあるメディアではないんですけど、英語の勉強法を例えば、こういう単語帳がいいよってお勧めしたりとか、10分間細切れで勉強した方が集中力が続くよっていう、みんなが実は知らない方法っていうのを紹介する、そういうメディアを作ってます。田中さんご自身で自分のことを分析して、長所と短所は何か、ウェブメディア運営においてその長所と短所がどう出たかを教えてもらってもいいですか。はい、自分の長所は行動力です。まずこの行動力がどうウェブメディアに生きたかという話をしますと、まず立ち上げですね。自分で英語を独学して TOEIC で900点近い点数を取ることができましたと。でそういった時に自分はこの経験をもっとみんなに還元したいっていうふうに思って、思い切って自分でウェブメディアを作りました。やっぱりその勉強して点を取れる人がいても、それをわざわざ発信するためにサイトを作るっていうところがなかなか踏み切れる人がいないと思っているので、そこを一歩踏み出せたっていうところで僕の行動力が生かせたんではないかなと思っています。続いて短所についてです。はい、短所はリスクを顧みずに走ってしまうところだと自分では思ってます。例えばウェブサイト運営なんですけど、一回そのウェブサイト上で TOEIC の勉強を頑張りたい人を募集して、彼らの勉強を応援するっていう企画を始めたんですね。そして応募をかけたら結構な人が集まってしまって、30人くらい集まったんですよ。はい、最初はその中から5人くらい選んでサポートしようかなって思ったんですけど、せっかく応募してくれたんだから30人全員採用してしまったんですけど、当然手が回らなくて、結局思うような成果を誰一人上げることができず、企画自体が失敗してしまったっていう経験がありました。なので例えばその何人までなら自分が面倒を見れるのかとか、そういうところを冷静に分析できなくてちょっと失敗をしてしまったので、それ以降は自分のキャパだったり、そのチームのキャパを考えて、これくらいならうまくいくだろうっていう、ラインを見極めてから行動するようにしています。その活動において最も人生で印象に残っている挫折経験は何がありましたか。はい、一番挫折だなと思った経験は、最初の頃全くアクセスが伸びなかったことです。自分はサイトを金を払ってサーバーを契約してサイトを作って、はい、記事の執筆を、いい単語帳だったりとか長文問題どう解くかみたいな記事を書いていたんですけど、その今まで培った自分の知識を全部出して書いた記事が全く読まれなかったんですね。それこそ最初の3ヶ月は1日10アクセスとかね、全くここから伸びる未来が見えないっていうところで、自分の今までの経験は無駄だったのかなというふうにすごい落ち込むことがありました。それをどう思いました。まず自分なりになんでアクセス数が伸びないのかなっていう分析をしたんですが、やはりその自分がやっていた勉強法、例えば自分のお気に入りの単語帳の例文をもう暗記するまでひたすら読み込むといったような方法を紹介していたんですけど、
やはりそういった勉強法って合う合わないがあるんですね。で、実際に僕の友達に相談したところ、いや自分は一冊をやり込むよりいろんな参考書から情報を集めて自分の好きなやり方を見つけたいって言ってるような方がいるっていうことを発見しました。なのでそこから自分一人のオリジナルを広めるのではなくて、いろんな方から情報を集めたり、例えばツイッターで流行っている勉強法とかを紹介したりっていう風に扱う情報の幅を広げた結果、読む人が増えてくれて、今では月間10万 PV ほどあるまでに成長しました。わかりました。経歴を見ると理系の学生さんのようなんですけども、はい、今のエピソードは理系の勉強研究系に何も関係ないと思うんですけど、はい、逆にそれは継続しなかった理由は何でしょうか。自分はそもそも理系に入った理由はロボットを作りたくて系に入りました。でも実際に大学でやる勉強っていうのはやっぱりそのロボットをデザインする前段階、物理学、その力学的にどういう風に関節が動くのかとか、あとは電磁気学とかの勉強でどういう風に効率よく電気を回すことができるのかとか、でそういったところの初歩の初歩を勉強していたんですけど、なかなかそこに興味が持てなくて、しかも仮にそれをマスターしたとしても自分が作ったロボットが世に出るまでは非常にタイムラグがあると。だったら自分がもう実際に結果を出せた英語の勉強法だったりを世間にすぐに公開して、でそれをみんなが参考してくれて結果が出ましたと。その方がタイムラグがなく自分の成果が出るので、よりやりがいを感じられるなと思ってそっちの方に力を入れました。じゃあ今の話を考えると、興味を持つものと興味を持たないものの線引きっていうのは、はい、結果がすぐに見えるか見えないかっていうところの違いっていうところが大きいと。はい、はい、自分はそこを意識してます。ここでまあ疑問なのが、総合商社の商売って、はい、やっぱりとんでもない金額が動く代わりに、はい、とんでもない時間もかかるわけですよ、はい、例えば石油を掘るためのプロジェクトでいろんな会社を巻き込んで、はい、いろんな国と交渉してその掘る機械をやっと作れました、はい、さらに掘った後も本当に出るかどうかわからないっていうので、本当10年20年かけてやっとリターンがあるかないかわかるっていうので、その時間にかけるところに対するリターンがすぐに目に見えないっていうものが、まあ、総合商社の大きなビジネスではあるんですね。そこに関しての懸念点はどうなんでしょうか。自分は総合商社の仕事にはトレードと事業投資の2つがあるというふうに思ってます。今宮見さんがお話しされたのは事業投資の方だと思うんですけど、自分は事業投資に関しても粘り強く仕事をできる自信があります。でこれに関しては先ほど言ったように、自分はその結果が出るまでほとんど誰にも見られてないのに執筆を継続して結果が出るまで粘り強く辛抱したという経験があるので、事業投資に関しても自分の経験は活かせるというふうに思ってます。もう一つのトレードに関してが、やはりそのすぐに結果が見えるということで自分がより興味を持っている分野です。例えば鉄鉱石のトレードをして自分のトレードがうまくいったかどうかっていうのは、いくら儲けたかですぐに分かるというふうに僕は認識してるんですね。なのでそういったそのスピード感があるトレードで自分はより興味があって仕事がしたいなというふうに思います。じゃあ実際に福田商事に入社した場合、はい、まあ、いろんな部署部門があって、はい、まあ、大きく分けるとトレードと事業投資があったりしてるんですけども、はい、まあ、どっちの方のどんなジャンルに興味あるか教えてもらえますか。やはり自分はトレードに興味がありまして、はい、特に興味がある部分が金属のトレードに興味があります。その理由としては、まず自分が総合商社を志望した理由が、個人ではできない大きな商売を経験したいという理由なんですね。ウェブサイトの作成を通して個人でできる範囲の商売を経験したので、絶対に一人はできない大きな鉄を扱ったりとかそういった商売がしたいので、まず金属を扱う仕事面白そうだなと思ってます。でなおかつ先ほど申し上げましたように、自分のトレードの結果っていうのは、まっすぐどれだけ儲けたかで分かるということで、緊張感を持ちながら、商売ができるっていうところで金属金部門の、トレードをやってみたいなというふうに興味があります。ちなみに興味持ったきっかけは何ですか。今、金属部門で働かれている社員の北村さんという方に OB 訪問したことがあるんですけど、その際に北村さんはアルミを扱っている仕事を今してたんですね。でその中で、田中知ってるかと、アルミって実はトイレットペーパーみたいにぐるぐる巻きにされた状態で置いてあるんだとっていう話を聞いて、実際に写真を見せてもらって、そこで、あ、自分がよく使ってるアルミとかってこんな形になってるんだっていう衝撃を受けまして、あ、自分が知らない世界ってまだまだあるし、金属ってなんか身近だけど全然知らないんだってことで興味が湧いて、その部門を志望しました。福田商事の他に社員には会いましたか。はい、そうですね、他にも5名ほどの社員の方を訪問させていただきました。何か共通点とかありましたか。そうですね、皆さんその自分がやっている仕事に対して非常に誇りを持っているなという印象を受けました。例えばカカオ豆を扱っている人だったり、太陽光発電を扱っている人だったり、もう本当に皆さん扱っているビジネスが全然違うんですけど、もう誰に聞いても、あ、この仕事はね、ここが楽しいんだよっていう風に僕もワクワクするような話し方で魅力を伝えてくれて、あ、
この方たちは本当に仕事が楽しくて働いてるんだなっていうのをもうひしひしと感じたので、僕もこの人と一緒に仕事がしたいっていうふうにすごい思わせてくれました。じゃあ他の、鈴木商事、加藤商事などはいけますか？正直に申し上げますといけます。なるほど。実際リアルな志望動機って、はい、順位ってどんな感じですか？順位に関しましては御社福田商事が、第一志望です。なるほど。他の競合の、まあ、鈴木商事とか、まあ、受けると思うんですけど、はい、実際社員さん会いましたか？あ、はい、実際に会いました。じゃあ印象ってどうですか？そうですね、率直に申し上げまして、鈴木商事の方はちょっとプライドが高いっていう印象を受けちゃったんですね。例えば俺たちは商社であそこの会社と取引してやってるんだぞっていうのはちょっと上から目線な感覚を受けてしまいまして、なのでより取引先とも誰に対しても態度を変えないと言いますか、なんかより信頼できる方が多いのは福田商事だなと思ったので福田商事を第一志望にしています。なるほど。ちなみに商社以外は受けますか？はい、現在は IT 系の企業でしたりコンサルも、受けようと思っています。それはちなみになぜですか？理由としては自分は就職活動はいろんな業界の話を聞ける最後のチャンスだというふうに思っています。やはりその学生っていう立場ですと、いろんな会社のいろんな人が自分たちの商売はね、ここが面白いんだよって話をしてくれて、それが非常に楽しいんですね。なので例えば総合商社だけに絞らず、いろんな業界を見る、なんならその面接まで受けることでいろんな世界を知れるんじゃないかなというふうに思って、いろんな面接を受けてます。田中さんの人柄に関してなんですけども、はい、周りからどんな人って言われます？自分は周りから絶対に否定しない人だよねっていうふうに言われます。例えば友達から休学して世界一周しようと思ってるんだよねって話をされたことがあったんですけど、僕は本当に心からそれって面白いじゃん、応援してるよって答えたんですね。そしたらその人がこの話親とか例えばそれを友達にしても、そんなのやめとけよ絶対言われるのに、田中だけだわそういうこと言ってくれたのって言われて、なんか否定しないだけでこんなに人と距離が縮まるし、いい関係が築けるんだなっていうふうに思いました。なので例えば誰からどんな相談をされても、まずそれってすごいいいよねっていうことで、なんか話しやすい空気を作る、そんな人だなっていうふうによく言われます。最後の質問なんですけど、はい、我々に伝えたいメッセージありますか？はい、自分は体育会でもなければ国市場でもない、留学経験もありません。でも例えば英語を独学で勉強して結果を出したりとか、でそこで得た知識をみんなに還元するためにウェブサイトを作ったりなど、自分がやりたいことをひたすら突き詰めるといったような大学生活を送ってきました。そういった点に関しましては、誰よりも地道な努力を続けて結果が出るまで粘り強く戦える人間だと思ってます。なので仮にどんな部署に配属されても絶対に結果を出せる自信があります。ぜひ本社で働きたいと思っております。どうぞよろしくお願いします。はい、わかりました。じゃあ以上で面接を終了します。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、ということで一連の面接を聞いて、田中さんは南さん的に商社の面接に採用か不採用か札をお願いします。でで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 、おー、おめでとうございます。内定です。ほぼ初めてじゃないですか、南さんが丸出すの。まあ内定なんですけど、もっと上手くできるなっていうのはいろいろありました。じゃあまず良かった点から聞いてもいいですか？良かった点はめっちゃシンプルで、元気すごい元気。これは声の大きさ偏差値でいうと多分全学生の中で70ぐらいは多分ありますね、声の大きさ。やっぱね、明るく元気はもう基本です、基本の気で、これできるだけでもう偏差値70になるので、まあ、もちろんね、うるさすぎてもダメですよ。だから場数を経験して、まあ、程よい元気さってあるんですね、うん、その元気さができてたので、あ、ちゃんといろんな場数経験してるんだなっていうのがすぐ伝わってきました。まあ、あとはあれじゃないですか、具体性があった。具体性っていうと、まあ、実際社員に会ってその社員がどんな話をしていて、でどういうところに共感を受けたのか、でさらには他にも複数人も受けた上で、このこれぐらいこういう共通点がありましたっていうところまで、まあ、ちゃんと具体的に足を使って人と会って情報を集めてたっていうのはすごく評価できるなと、うん、まあ、ともあれば、まあ、僕がよく言うその就職活動は恋愛と同じっていう意味で言うと、ちゃんとこうエネルギーと労力を使ってこっちに近づこうとしてきてくれているっていうこの姿勢がね、グッときますよね。まあそのアプローチはすごく良かったなというふうに思ってます。僕から見たら今の面接結構完璧だったなと思ったんですけど、はい、改善点とかも改善点いろいろあります。具体的に何かっていうと、僕ら質問します。でまず結論から答えができてました。その次に理由が2点ありますとか、理由が3点ありますとか、まず最初それ言っちゃった方が、まあパフォーマンスなんですけど頭良さそうに見えるんですよ、うん、面接って結構15分とかなんで、本当に頭良さそうに見えたっていうこの一瞬の印象が結構最後まで引きずったりするんですね。なんでそういうのできた方が得をするなと思いますので、僕だったら意図的に理由は2個あって、1つ目は何々、2つ目は何々っていう風に言うようにするなって思いました。
で元気でマッスル系かなと思いきやそういう頭いい面もあるんだなっていうふうなこのギャップを見せるとより印象に残るなっていうふうに思いました。伝え方の部分ですね。伝え方を賢そうに見せるテクニックですね、はい、2つ目は一貫性がないなって思っちゃった部分がやっぱりあって、理系の研究には興味がなかったけど執筆には興味があったっていう線引きの部分を聞いた上で成果まで時間かかるっていうものに対して自分は頑張ってできますっていうのがあれ研究の時とちょっと矛盾してないかなみたいなっていうちょっと矛盾を感じてしまったのはありましたので、そこが一貫しているといいかなというふうに思いました。最後の3点目は最後に一言ありますかの部分が長いのでもっとそこをパキッと終わらせてくれたら完璧だったなって、丸じゃなくて20丸だったなって思ってます。でもこの面接の受け答えだったら絶対受かるなって思いましたで実際自分が勝者に受ける立場だったらめちゃくちゃ勉強になってたので、ちょっと勝者受けたい方もしくはこれから面接控えてる方、今の面接見てどう思ったかをぜひ感想を聞かせていただけたらなっていうふうに思います。ということで田中さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。南さんもありがとうございました。はい、ありがとうございました。また見てね。ありがとうございます。じゃあな。ありがとうございます。中島チャンネルをご覧の皆様、本日は DJ 南がお送りします、中島に送る歌中島頑張れ編集頑張れ好きイエイイエイイエイ編集頑張れ